そうだね。まあ、リサさんとのお見合いお茶会を終えてみて、えー、金沢さんとして、まずは金沢さんの方から感想を聞きたいかなというふうに思います。申し訳ございませんでした。ん申し訳ございませんでした。というと、ちょっと嫌なことをたくさんしてしまって、 その自覚はあるないです<ん>結果がどうせどうせ嫌なことしたんだろうなというの手応えとしては金沢さんはじゃあ今回はなかったっていうことかなありました途中まではってた今日もしかしたらっていう,うん、うんうん、今日もしかしたらこれは結婚につながるお付き合いまでいけるんじゃないかとか今後も何かデートができるんじゃないかとか もう今日あるぞって思いました、はい、今日もう今日今日まだ17時前だから今日入れれるんちゃうかってあの一応ね<席>あの席かはい、うもうい,い区役所なり市役所なり何なり行ってやろうかって、うんうんうん いいその現場での体感はそれぐらいあったってことだね。うん、よかったんですけどな、うん、なるほどなるほほどどト,トイレにどうやら隠し扉みたいなのがあったみたいでそっからスッとそうだねうんまあ追いかけられそうでリサさんはもしね足は速いです。 まあ、リサさんから聞いたんだけれどもね、はい、普通に出入り口から出るとあの金沢さんに見つかりそうだったということでお手洗いの窓の方からパタンンタじゃないんですよ逃走中の、うん、見られたくなかったんだってリサさんうん何か、はいね、なんか本当にねそれであのちょっとこう窓から出る時に小窓から出る時にちょっとワンピースがダメになっちゃったみたいで、うん、それはねこっちであの補填させていただくっていう感じ コマドからねやっぱりお手洗いの小窓から出て行ったからあのあ<ー>一軍のワンピースがダメになっちゃったんだってだからそれはねもちろんこちらであのお支払いして新しいものっていうことではあるんだけれどもまあこれって何だろうなまあ私の責任でもあるし金沢さんの責任でもあるよね、うん、でも今回は手応え鼻を欲しらなないいででください、ね、今回は手応えがなかったったてことで大丈夫あったけど結果としてはなかったうん 花くそを欲らない。どうしよう。もう、うん、そういうことじゃないの。そういうことじゃない。そういうこと、奥の方まで行かない。隠したからってね、奥の方まで行かない。この辺は動くから分かる。どうしたんですかはい。なんで笑うんですか真剣に怒ってますよ。アナザさん。はい。あのね、じゃあ、えっと、伝えるね、リサさんから、えっと。あ、そうだ、まだチャンスがある。もちろんダメでしたよ。もちろんダメでした。それはもちろんダメでした。ただ、えっとね、 私今回、リサさんの感想、金沢さんとデートした感想で、もしかしたら、この視点だったらいけるかなっていう部分は、金沢さんもしかしたら今後、お見合いを、デートを、他の人と重ねていくにあたって、私がね、金沢さんという人間を、他の女性の方にプレゼンするにあたって、ちょっと強みは見つけたかもしれない。うん、えっとね、リサさんが、 あの、言ってたのが。タトゥーは嫌です。タトゥーは嫌です。何タトゥー入れるとか嫌です。どういうことかなはい。脱毛はいいんですけど、タトゥーとかそういう、あの、ワイルド系とか、タトゥーとか嫌です。あ、タトゥーは、入れずみタトゥーあの、入れてほしいと思ってません。あ、良かったです。ね、金沢さん、ちょっと聞いてください。えっと、リサさんの最終的なね、まあいろんなこう、細かい、あのー、 ご指摘はあったんですけど、リサさんの方から合わない部分の、えっと、ここが合わない、ここが合わないっていう部分はもちろんあったんだけど、えっと、リサさんの最後の結論、人として成長できた。っていうふうにリサさんが言っています。金沢さんとのあの、40分ぐらいの時間で、3 40分の時間で人として成長できたというふうに、あの、リサさんがおっしゃってます。これ初めてです、私。どう、いいことですかえっと、こんな人もいるんだって思ったんだって。 うん、えっと、30分の中で、なんとろうただ、30分とは思えなかったとは言ってますね。あ,のあ,あ、早く楽しく。逆です。楽しい時間。長くてしんどい時間だったんだって。うん、ただ、その中で、やっぱりこの、精神と時の部屋みたいな感覚で、あの、ドラゴンボールで言うとね、のものすごい、 濃い時間で、あの、成長できたって言ってます。あの30分が、外の世界では30分だけれども、あのカフェのあの空間はもう本当に1年とか、本当に経ってる可能ぐらい成長できたっていうことはリサさん今回言っていますね。もげますよ、花。もうね、あの、 ごめん、金沢さん。私ももうね、細かいことを言ってっても、キリがないから言わないけれども。あんまり、ちょっと、うん、左耳がチーンとなっちゃった。あ、忘れた。すいません。あの、ちょっとだけ、あの、<と>手土産を、あの、持ってきまして。手土産どうしてはい。えー、っと、いや、なんかいつも、あの、 ね、なんだかこうお世話になってるからっていこと。はいはい、えー、何そんな気遣いができるようになったの？ないと。えー、これしいこれ何？旅行行ってきたの？長崎？あ、これファ,ファミリーマートで<あ>さっき。そう。どうして急に、はい、お箸とあの。 食べれるように。ああ、うん、ありがとう。ーーまって、ファミリーマートの店員さんにお箸と、うん、あのフォークを入れてくださいっていうこと、おお願いして、はい。うん、で、そういうカス、あの、どうしてって言われまして、あのね、年配の方の、ね、店員さんだったんで、ありがとうございます。あのカステラ食べますって言って、ありがとうございます。た。ぽってやられました。ぽって、はい。びっくりしたようで。うん。 何をびっくりしたかわかんないですけど、えっと、じゃあ金沢さんそのじゃあ,あの好きに召し上がってていいんだけれども、はい、これはすいません僕のうん金沢さん私の話を聞いてもらえますかはいね聞いてくださいえっとリささんも言ってたんだけれども会話ができないっていうことがとてもストレスだったみたいです会話ですか何かこう話題が始まってもその話題に対して話してる間に金沢さんはもう別のところに行っちゃっている別の話を始めているのが嫌だったんだって めっちゃ話。配信うん、あ、今で、今も現に私がね、金沢さんに対して、リサさんが思ったことを伝えている途中に、ね、カステラを出したりだとかしてくるでしょ全部が金沢さんのペースなんだよ。これどっちだろう金沢さん。あ金沢さんあのね。どっちだ金沢さん人といるのに人といないんだよ。これどっちだ一方通行なの、コミュニケーションが全部。カ あ,あ、知ません。ちょ、ちょっとだけいいですか、うん、考えさせてください。ちょっとだけ良くないんです。<laughs> あの、カステラは、これどっちが正解ですか金沢さん。じゃあもうこれは教えます。これじゃあこの正解を教えたらもう話聞いてくださいね。うん、このペリペリがある方が下です。下うん。ね。これでも、ミキショこれこ、こっちもほら。でもこれは、ペリペリ違う違う。これはね、あの一応上についてるこう、カバーみたいなものかな。 うん、<ー>なので、こっちが上だとして食べてください。はい、いただきます。ね、いただきますじゃないです。僕は、あの、簡単に。金沢さん、聞いてください。リサさん。はい、リサさんの感想。あ、リサさん。うん。会話ができなくてストレスだったんだって。嫌だったんだって。はいはい。はい、あと、もう途中でやめてください。靴下も、なんか靴を脱いだのかな。ああ<ー>、うん。はい、それも嫌だったんだって。あと、ゲップ、食べ方、ね。本当に化け物かと思ったと。 ケーキを食べるだけの化け物と一緒にいるのかと思ったっていうふうに言ってるんだって。うん。そういうところかな。あと下ネタも全部言ったね。うん。直接的ではない。い下ネタは言ってないです。あのね、聞いてるんだけど、あの、直接的ではないけれども、それを思わせるような言葉尻だったりとか表情で、あ、この人はンにそういう、 あの、芸生はなしもねと言おうとしてるんだなっていうのが伝えちゃってたんだって。全く。うん。なんか桃、桃で変なこと言ってたね。なんか桃、桃が嫌だった。ほら、今思い出してそういう気持ちになってるでしょ、はい、うん。<laughs> 直接的なことじゃなくてもダメなんだって。金沢さん。はい。あと、金沢さんなんかちょっと油断してるね。<昧>気、気、気許しすぎじゃないはい。金沢さん。私に対して。 あ、由紀さん、あの、好きです。うん、なんか友達感覚になってきてない金沢さん。はい。はいじゃダメ。えー、もうすごいで話しやすいです。一緒にいて。不名誉です。<う>金沢さんと話しやすい人間になれちゃってることがびっくりです、私。あ、美味しい、うん。金沢さん、どうしようかな、本当に。 でもね、さっき言った通り、ね、リサさん、その会話ができなくて嫌だったんだけれども、人として成長できたっていうことを言ってるんですね、はい、その40分で。まず最初に面白い人だなと思って、その後すぐにキモいなっていう時間が来て、その後にまた面白いなっていう時間になったんですって。<laughs> ごい一周回ったってことですそう。まず、あ、二度と会いたくないっていう。え、でも面白いなんで終わったのにどうしてまたキモいなが来た途中からあのフィルターをかけたみたいです。別世界の生き物として接したみたい。うん。 もうこの人は成人男性ではないんだ、おいくことケーキを食べに来たんだというメンタリティで、リサさんは途中からやったみたいです。うん、なので結婚相手としてはもちろん罰。うん。うん、だけれども、彼氏としては、もちろん罰。うん、うん。同じ世界の住人としてももちろん罰です。でも、世界が広がったんだって、リサさん。違う。そう。あ、この人がいるんだったら、うん、これより下はないと思ったんだって。 だから、現にね、リサさんね、だいぶ条件をバッと広げてくれました。まあ、もともとね、うん、金沢さんはそこに入ってないんだけれども、はい、まあ金沢さんともリサさんが会おうって思ったのも、やっぱりね、あの、恋愛っていうものに対して疲れたから自分のこの条件というものをね、はい、開けて、開けて、金沢さんに、まあ、たどり着いたっていうところなんだけども、金沢さん、あのね、私も、はい 私も、ある程度は許しますけど、はい、しっかりストレスは蓄積されてってますからね。今の金沢さんの全部の行動で。あ、ダメでしかうん。食べない。私今回入れません。食べないんですか入れません。大丈夫です。うん、今真剣に考えてるよ、私。じゃ食べはい。金沢さんは結婚とカステラどっちが大事ですか結婚。そうだよね。 結婚って言いながら剥がしたよね。一番甘いところ。結婚です。そうだよね。じゃあ真剣に聞こうよ。でも結婚の前に僕はお付き合いはしたいです。<笑><笑>うん、もちろんそうなんだけれども、はい、そこにも今行けてないよね。反省するっていう態度が見えないの。反省というかもう。ただお茶をここでね、おやつ食べに来てる時間じゃないじゃん。 はい、ここのこの時間だってただじゃないでしょ一生懸命最近働き出してるんでしょまあお母様のね、助力があって来てるっていうのもそういうのも分からないと、ただじゃないんだからこの時間だって何かを掴み取って帰ろうよ。ねえ。その T シャツも正解これうん。ちょっとかわいい。 じゃあ今日は、あの、前回おっしゃってくださったじゃないですか。うん、で、本番を意識して来いって、みゆきさんに言ってもらってるんで、どうして今日は可愛い系の、暑すぎる汗だくだにゃんって気持ち。本当に汗をかいちゃう人がそういうの来ちゃダメだよ。もう動けにゃい。金沢さんきっと夏とかもう本当にあんまりケアもせずにさ、 汗だくでそれ本当に着るでしょ汗だく金沢さん夏すごい汗だくになるでしょはい。で、そんな T シャツ着ちゃったらもうな、何を開き直ってるのってなっちゃうのに。それで外に出て。でも、水分補給は忘れずにってこう。うん、あなたに言われなくてもします。はい。水分補給は。はい。猫ちゃん可愛いね猫ちゃんは可愛いけど。ね シンプルな白シャツとかにしましょうって何度も言ってますよね。ちょうどなるね、この耳の、この手のところが。なんだかこう。もう諦めかけてるんだって。はい、ずるい。はい、ずるいです。かわいそうな顔をすれば。 助けてくれるお母さんじゃないんですよ、私は。いやーいやじゃないんですよ、本当に。金沢さん。もう私ね、金沢さんが分からなくなってきました。豚臭です、これ。花粉の種類もいいんです、うん、今。うん、本当に結婚したいかどうか。したいです。したいですって2つ返事で言いますよね、でも心の奥底では、本当はどうでもいいんじゃないですか。うん、そういうい方とは、ね 結婚に向けて私も進めていけませんよ。そしたら紹介してください、すぐ。お金を払ってます、僕は。毎月毎月。でも、高額な。こちらも一生懸命お伝えしてますよね。でも、直してこないじゃないですか、一向に。でも、下ネタダメって言ったのに下ネタ言うし、汚い食べ方するし、ね、女性に対して真摯に向き合ってなかったでしょ、リサさんの。リサさんに対して。 ありのままが、つ、うん、け上がらないでください。ありのままで結婚できるほど甘くないです、婚活は。この機会に自分を変えようとかさ、思わないと。少しずつだったら、いや、一気にこう変えたら、やっぱ、自分が自分で。少しずつも変わってない気がするのかなと。詰め切りました。うん、それはよかったね。はい、爪めは絶対切るって決めました。うん どうしよっかな、金沢さん。清潔。うん、まあね。清潔に、過ごす。本当<し>にね、絶対下ネタっていうところを本当にやめてもらわないと、紹介ができない、大事なこっちの登録してくださってる女性に対して、傷つけることになっちゃうから、私も責任があるから。下の、あれですか、下、下半身は良くないってことですか上半身でもです。 性的なことをやめてててくださいって言っ言るんです「す下ネタ」っていうんですかね。紙紙ネタってどうしたらいいのかな本当に。「下」ってあれで「お下品」っていうあれですかね。そうねうん。なんかいないんですか 金沢さんどうしよっか。なんかお寺とかに修行行くあ、お寺スピです修行。できるはい。そんな二つ返事で。うん。なんか少年の部分をね、なんかこう、鍛え直さないと金沢さん厳しい気がしてて私。僕も思います。あ、そうなの 思ってるんだ。自分で。じゃあなんかお寺探そうか。お寺しかないのかもしれない。何か。ね、今ガチンコファイトクラブとかがやっててくれたらそういうとこでもいいんだけれども。はいあんま良くないです。もう急にびっくりした。はい。もうそんなんじゃ驚きました。ね、間の するんね、うーん。<laughs> そっか。なんかでもとりあえず、じゃあ、なんかリサさんがまあ言ってくれた人として成長できたっていうところを、えっと、プラスに考えて、はい、この方とお見合いすると人として成長できますっていうところを押していって、お見合いはガンガン入れます。あれ、嬉しい。金沢さんはもう実践あるのみだと思う甘いな、これも甘い、これ。 さんすいません入れますか、ね、いらない持ち帰ってくださいね絶対すません甘いですもうお見合いしたいですあの入れますでもその注釈としてまあこういう方が来ますよっていうのはもう重々あちらにはお伝えしときますからうう金沢さんみたいなねうい,う、はい、いやそれはもうここから探しますけどまあなんとかねお見合いは それだけしてもらうっていう形はしますけど。手柔らかいです、僕。手。うん。わ、うん、かりました。多分ね、はい、でも、働いてない人の手だなと思うだけなんで。手がだから、だから手が柔らかいで、ね、す。<laughs> はい頑張って。頑張ってない人の手だなってなるだけなんで。<laughs> ね、はい。何もね。誇れたものではないかもしれないです。でも優しいんじゃないですか。わからないです、ね。手が柔らかい人は優しい,い。ちょっと私もね、金沢さんをね、今、 あの本当捉えかねてるので、すごく、はい、あの回を重ねることに。はい、あの、こう底知れぬ恐ろしさみたいなのを感じているので。会場8号。うん。会場八号ですか。かはい。わからないですけど、それは。はい、お仕事はうまくいってますか。はい。戦争業をちゃんとやられてますか。はい。うん、いやってます。でも、ちゃんと。あの、遅刻し。遅刻,遅刻しちゃって、はい。うん。 早い,早いんですあのあんビルがは開く前のこのオフィスの清、うん、そうだね清掃だから、ね、早いんで、ねはい、朝がどうしてもこう起きれなくて寝ちゃってすごいほんとだまだ10分しか経ってないねそのはいね十10分15分 <laughs> もう30分40分話したかなと思って時計見たらまだ 全然立ってないんだね。得した気分ですよね。いや逆です。でうちも、全部時計は早めてます。四 <laughs> 分。ですか。はい。リビングは四分です。五分。お風呂場は6。六分。ね、どうし、どうしてか。早めてます。どうしてですか。戻ってきた時に得してるじゃないですか。お風呂場で歯磨いて、リビング戻ってきて。四分でしょう。六分でしょう。四分でしょう。で、入れてる時は。結局四分得してるっていう計算なんです。 してるというかまあそうですねすごいあの本当に時間を操る魔法使いのような会話で、はい、金沢さん本当になんかねでも多分梨沙さんがヒントで金沢さん面白がってくれるような方がいいのかなっていうふうに思ってますかなんか年うん、まあ、最悪年上でもいいからい最悪なんて言わない、はい、みんなにとって金沢さんが最悪なんだよ その最悪の中にも入れてないんだよ、金沢さん。はい、最悪金沢さんでいいかなっていう人は今一人もいない状態なの。ね。いない、あ、最悪いないですから僕は。いないです。なんかね、ごめんね、なんか、もうおそらく傷つかないだろうから割とひどいこと言ってるかもしれないけど、はいはい、うん。カステラ食べてる人にはね、こんな真剣な話してカステラ食べてる人には大丈夫だと思います。はい、自分が食べたくて買ってきたんだね。はい、私にじゃないよね。 そもそも私にお詫びするとかそのお世話になってるとかそんなことどうでもいいんだから、はい、さっき自分でも言ってたよねいらないとお金払ってるんだからってそういう傲慢な態度が根っこにあるんだよね<ー>うん。まあもちろんそうなんだけどだから意地でも結婚させるように頑張ります私もこれはもう嬉しいですあのまたもし僕の結婚式をやるってなったらみゆうきさんをご招待させていただきます あ、その日は忙しいですあ。でも、あの、お金いらないです。です全部、あの、タラで,、はい、で。あの、お母さんの横、親族のところに。いてもらえれるように。<ら>はい。ね、だって、ミルクさんのおかげですから、これでもし、まあ。もし結婚できたら、ね、はい、でもそういうお気遣いはいらないんですよ、お仕事ですから。タキシード着るときは、着ますよ、僕がついに。はい。はい、タキシード着て、キュッとして。ね、最悪、最悪っていうか、まあ。 リングガールやっ,てや,ってもやってもらってもいいかなと思ってみゆキさんにガチャンって飛べられてミキきさんがあの車に乗ってラジコンでこうバーッとあの運転してもらってミキきさんがこうラジコンに乗って車のラジコンにこう乗ってバわーって来てまあ寝ちゃってたら最悪それはそれでねなんかほっこりするかなと思ってみゆキさんがそれで。<laughs> リングら生まれてから何年か経った時の結婚式とかじゃなくて、うん、それを僕が持って、ね、一回みゆきさんにこうやるっていう <laughs> そして会場がドカーンと、えー、破裂するような<笑><笑>、はい、っていう金沢さんそ,そもそもそのでこっちにドカーンってなるぐらいお友達はいやパッて見たら新婦新婦さんがみゆきさんだったみたいなマ,マジックをさ、うん そこでやって、英語喋りますか？いえ<や>。あ、うわあ残念。そした人全部ダメだ。まあある程度小学生レベルのえええ単語でできるように。まあ,まあまあ基本的なものぐらいはできますけど。やすのやすので、でやって読んでもらって誓いますって、っ <laughs> て武器やね。はい。 っ見喋られるとちょっと緊張しますけどね。うん、人前って。でも本当に大丈夫ですよ、金沢さん。私、その日、行けないので。結構あったかいですか、唇は。スケジュール的に。あったかいですよね。どうもね、自分ではこうできないんで、もう一人いればあれですもう想像が膨らんで、楽しみだな。 なんかあるじゃないですか、最近リップで甘いフルーティーの味がするってやつとか。あとあれ好きでした、夏の、あの、ね、日焼け止めの匂い。ね。あれでもう、ね、すごい電車の中も女性の匂いというかね、もうあれが。日焼け止めの匂いがこう、女性の匂いがして、僕自身につけたら、あれなんか女性の匂いがするなって。女性ホルモンが。 分泌されるような匂いで <laughs> 赤が出ますよねこうあんまりやりすぎるとねいつの間にか 悔しいです <laughs> <laughs> びっくりした <laughs> 悔しい <laughs> 悔しいです私本当にあの本当に悔しくって私どうしたらいいかわからない くなって、今までね、この仕事してて、いっぱい難しい方も結婚させてきたけど、今こうやって金沢さんと喋ってる時に、すごい何も打つ手がないなっていうふうに思って、プロとして失格なんですけど、金沢さんの前でね、お客様の前で私はちょっと涙が出てくるというかね、本当に感情的になってしまって、うん、本当に悔しいなと思って。 私がそういう状態になっているのに、金沢さんずっと喋り続ける。ああ、やっぱりこの人の視界の中に私はいないんだなっていうふうに思って、はいで、リサさんも多分そういう気持ちになったんだろうなと思って、リサさんの気持ちを思うとね、私も悲しくなって、あなたを見たら、なんであなたが涙目になるの本当にびっくりした。どういうことそれは。何なんか切なかった。 んであ、そういうなんか感受性はあるのはい。みゆきさんが悲しんでたんで。本当にそういう共感能力あるないでしょ一応。勝手にベラベラ喋り続けてカステラ食べながらイチゴミルクを飲みながら勝手になんかベラ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 喋るさ、そんな人に共感能力なんてないでしょはい。な,なのになんで合わせて同じ空気感をまとうのなんで同じ空気になろうとするのおかしいでしょ金沢さん。はい。 何か書ける言葉があるんじゃない私が悪いけど、カウンセリング中に泣き出す私が悪いけど、はい、何か、あ、僕なんかしちゃったのかなとか思わなかったなんか悲しんでらっしゃったんで、一応悲しんでる <laughs>、はい。はい、一応って言いましたね。やっぱりそういうことですよね。はい、そうやって生きてきたんだ、金沢さん。はい 辛いね。それもそれで。はい、辛かったよね、金沢さんね。学,学んで。うん。なんとなく分かんないけど、合わせなきゃいけないんだ、周りの人に。うん、うん、正解。遅いけどね。はい、ありがとう。うん。もう、なんだろうなぁ。ものすごくお金持ちの女性が、なんか、金沢さんをもう、ペットとして飼うしかないのかもしんない。はい、あ、う、いや、そういうの好きですうん、なんかそういうことかもしんない。なんかもう、もう、お金持ちすぎて、バグっちゃった方、はい、女性 でも、普通の犬とか猫とかでもないレベルの、うん、なんだろう、恐ろしいね、蛇とかを飼うタイプの、<laughs> 広角類もう大丈夫、甲殻類じゃないしね、うん、蛇は。そういう女性がいいのかもしれない。わかんない。でも一生懸命探してみる悔しいから。ね。あ、うん、大丈夫。じゃあこれ、捨てるのかなうん。うん でもなんか、これはこっちで捨てます。はい。こっち入れちゃってくだい。いいえ、私が触れたものはあなたには渡しません。恐ろしいので、何か。あー、そっか。すごいね、まだ30分経ってないんだ。<laughs> 時間いっぱいありますね。まあ、とにかく探しますから、ちょっと、意地でもど。どういう感じがいいかなって。もう。 えっと、見せませんよ、それは。金沢さん、でもね、金沢さん、目を見てください。今日一回も目見てない気がする。あ、いい、いい、い,い最初の方に言いましたけどね、はい、カウンセリングの初回の方で。少しは、金沢さん。あ、やっぱり。なんか文句ありますかあ、いや。そうですよ、本物じゃないですよ。はい。ね。はい、会話をしてあげてください。女性と。女性と、人と、はい、私もそうです。 一人になった気分になるんです。二人でいるのに。すごい寂しいことですよ。すごい寂しいです。ね。一人間として。はい。自分だけが喋らない。はい。これも響いてるはい。私はいますかその視界の中に。どこ見てます今、金沢さん。今、カーテンね。私を見た方がいいですよね。はい。会話をする。 はい。その際に下ネタは入れない。はい、こ、こっちに耳があるんで、こっちの方が。なるほど。聞こえやすいかな。うん。でも、伝わってないように感じるので、こちらが。はい。ねはい。それ嫌だったんだって。耳。私が。ねあ、今ですか今。あ、すません。それを気をつけていこう。はい。行きましょう。私もプライドがあるので、結婚はさせますごまかせません。ごめんなさい。 どうしよう。どうしても我慢できないです。ゲップとか生理現象で。だからそう、最近、はっはっはっっていうので、思いついたす。逆効果です。怖いだけなので。ね。ごめんなさい。<laughs> はい。出てしまったときは、あ、すいませんとか、失礼しました。ごめんなさい。 ねはい、それをするとそちらの方が大変なのでゲップはまだ理解ができないんですその後のものは理解ができないんです何だろうっていうことになっちゃうからもしゲップをしてしまった時とかしゃっくりしちゃった時は「はい、申し訳ありませんすいません失礼しました」って<あ>言えばいいのすいません僕らごまかそうと思ってうんそうじゃないの理なんかあるじゃないですか、うん、あこの人絶対ゲップしたなっていうあ,のあれがあるじゃないですか っていう人とかいるじゃないですか。まだそちらの方がいいです、ね。でもこう絶対にゲップしてるわけであって、はい。でも気遣いは感じますよね。ゲって出してしまうよりもこう中でプスってなった方がでもプスもう出てるじゃないですか。その、でもうここ出て出たじゃないですか。そ,ね、それは失礼なんだよ。パッパッパッとこう外に出してあげる。パ <laughs> ッパッパでは、はい。でも一緒じゃないですか。パッパッパも出てるから。でもそれを気づかれなければ。 僕だけがこのゲップでファッファッとやってればゲップした人って思われるのと、はい、ファッファッファッって言ってる変な人って思われるのどっちが嫌ですか、はい、うんゲップした人あそうだよね常識が違うもんね私たちと、はい、でももし結婚したいんだったらゲップしたっていうことの方がまだマシっていう感覚を持っていてくださいわ<ー>、ね、かりましたあのおならする人は嫌です まあ、もちろん、それはみんな嫌ですよ。はい、それ、ちょっと付け足しといて、あ、いや、でも、ない方がいいか、広がるか。いや、あの、基本的に、あの、うちはおならをする人は入れてません。あ、よかったです、はい。人前でおならをする人は入れてません。なんか、ある、大変じゃないですか、もう。今、全リミット外してますよね、僕の、確か。あの、独立洗面台とか、そういうチェックする場所あるじゃないですか、家も。はい,は,いはい、はい、はい。はい。 全部ないですもんね何も僕いやもう全部いです全ヒットですはいそうですよね全条件もう全てを外して何ですかね今の何が出たんですか今出ちゃいました何が出たんですか今の違う意地でも頑張りますんで今後ともよろしくお願いいたしますあのもう本当に嬉しいです何がですかこんなに あの、長期間、向き合ってくれる、あの、人間。がいなかったんです。化け物だったんですか、やっぱり。あ、化け物。人間って言い慣れてなかったですね、金沢さんの。あ化け物人間って。で、うん、まあね、そのお母様っていう方がいらっしゃってもね。あのーうん、血を分けてない方、でってことよね。 うん、私は真剣ですよ、はい、いつだってだから厳しいことも言うしはいだからすごく嬉しい、うん、しやっぱりこれは何かで恩返しいつかしたいなっていう、うん、その気持ちが芽生えたのは良かったと思いますはいはいはいこうね、はい、人と人じゃないですか、うん、学校でも先生にお世話になったら、うん、ね先生に何かしたいって思うなってうん、うん、こうどうしてもね、うん うん、先生は別にねその子からお金もらってるわけでもないしって思うとやっぱりこう人と人は大事にしていきたいなって、うん、あの常日頃思うようになりました美由紀さんに出会って。じゃあちゃんと会話しようっていうことだね、はい、人に精神性向き合おうっていうことだね。やっぱ一筋縄ではいかないだろうなとは、うん、あの思ってたんです。 自分でもこれどうしたらね石油王にでもなればできるのかなとか女性がパートナーができるのかなって思ったんですけどいやそういう問題じゃないかなって石油王になったところで多分そんなにあのまあね虎とか買えるかもしれないですけどね逆にお金を持ちついて。 世襲になったからってこう理想的なパートナーがね現れるかっていったらそういうわけではないわけでお金が全てじゃないっていうのはねもちろんあります最低限は必要だけどねでもねもしかしたら億とか兆とか一十百千万兆うん万長うんあっ一十百千万億。 金沢さん、金金金沢沢沢さささんんん豪華金沢さん今何の話でしたか、ね、リサさんも言ってたけどね、なんかお仕事の話を聞いていたつもりが、いつの間にかオリジン弁当の悪口になってたっていうふうに。すか、うん、なんか嫌だったんだって、唐揚げを頼んだ時に揚げたてを頼むとすごく嫌そうな顔をする店員がいるっていう話に。 気がついいいたたらなっていたっててう今もそうなんだよね今すごくいい話金沢さん成長したなっていうふうに話聞いてたら結局ね小学生みたいに単位いくらでも言えるぞ僕はみたいな状態になっちゃってたから、うん、金沢さんよきところで止めてみようよお話ああ,それ,あそれだ、うん、あと金沢さんやっぱりケーキとか、はい、なんだろう自分の好きなものがあるとそっちに夢中になってだって23個頼んだんでしょ はい、でもすごく、うん、23個食べて出るお店に行っちゃうとお店に行ったら頼んだら出てきちゃうじゃないですか見つかるかわからないけどもう真っ白な空間でやろうか、うん、お見合い真っ白もう真っ白な何にもない空間でやろうか面白いうん本当に精神と時の部屋みたいなところでやろうか ねえ、金沢さん。それ、どういうあれですかそういう、なんか、服も傷みたいなあれですかいや、もう服は着ます。真っ白の服。でもい、いいですよ。僕もうあの服も傷っていうパターンいいえ。一回やってみます。金沢さん、それ大変なことになるでしょねそれは確かに。はい、お時間です。ありがとうございました。たた今日は以上です。<laughs> さあ、お帰りください。はい。 ね、でも一生懸命やりますからこちらも、はい、でもあの注文あのやっぱり注文ができると結構頼んじゃうそうだよねだから真っ白で何も注文できない店がもしあればそうしますけど、はい、真っ白で基本的にないと思うし女性も怖がるので今後はまあ現実的に考えてね多分ああいうカフェでやると思いますけれどもはい、はいはい、な,なるべくあのじゃあ今日覚えたことを復唱してください制限してなんか今日一個気付いたよねはいねはいえー、っと さんにリングガールをやってもらい会話ではい素晴らしいですそれと会話を一人で突っ走らない良きところで止める出た話題で止める、うん、止めるはい、ね、で、はい、その話題について自分が喋ったなと思ったら相手にこう投げかける さんどうですかとかみゆきさんどうですかとかそういうふうにしていけたらいいからなるほどそれ覚えといてであと1個気になったのがあのやっぱりカステラの向きが今日みゆきさんに教えてもらってすごく勉強になりました上についてるのを剥がしてそこ終わりました変なとこで終わんないでください金沢さん今のはまだ終わっってなかたです 途中でもうや途中で。まあ、それぐらいの意識でいいです。はい。ね。私は諦めませんから。はい。ね。頑張っていきましょう。はい。じゃあ私ちょっと次がありますので。はい。これ、い、い、ますか大丈夫です。はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。お願いします。カスダルタンちゃっていいですかはい、どうぞ。じゃあ、いつも偽物な。 食べれるよこれ